どうも、スピーカーけんちゃんです。今回の動画は、前回の動画の、引き続き、続編という形になります。前回ご紹介した、こちらのスピーカーの、小型16センチフルレンジユニットの、軽量小型共鳴管の、KK16 号なんですけれども、前回ご紹介して、このファルカタっていう素材を使って、作ったところ、音はちょっと優しめの音というか、悪く言うとちょっと腰のない、ちょっと弱々しさがあるっていうのは、私自身も実は少し感じていまして、で、今まで、このファルカタっていう素材を使って、作ったスピーカーでも、バッフルだけは、もう少しだけ硬い霧にしてみたりとか、あと、杉とか、ヒノキとか、MDF とか、いろいろは作ったんですけれども、今回は、あえてちょっと、16センチの穴を開けやすいということもありましたんで、柔らかいファルカタで全部、側板以外は、ファルカタにしたんですけれども、やっぱりちょっと、音が若干弱々しすぎるのかなっていうのも私自身思ったので、ちょっとこちらバッフルだけ、何かちょっと、補強してみたいなっていうふうには思いまして、ちょっとホームセンター覗いたんですけれども、で、MDF を当初ここに貼り付けようかなっていうふうに思ってたんですけれども、このファルカタのこのシルキータッチのこの触った感じとか、この白い見た目とかは、好きなので、綺麗ですし、なるべくその雰囲気は壊したくないなっていうのもあったんで、このバッフルの裏側に補強を入れるっていう形で、やってみました。で、その、結果を今回は、ご紹介したいと思います。前回の動画では、室内で、接着組み立てした後、すぐに、録音に取り掛かったり、動画の撮影や編集に取り掛かったので、もう一度改めて、外でサンダーで、よく磨きました。今回補強に使う材料は3センチ角のヒノキの角材です。ヒノキは音に芯を与えるようなイメージがある材料だと思って選んでみました。こちらのバッフルのちょうどユニット穴が開いている上と下にバッフルの裏側、ユニット穴からこの角材を入れて貼り付けていくという作戦です。このような形で、ユニット取り付け穴から、こちら、バッフルの裏側に、角材を貼り付けています。こちらが、上側の、写真になっています。で、こちらの方が下側の写真です。こちらが、前回ご紹介した補強前の周波数特性の測定データと、今回、補強した後の周波数特性を測ったデータの比較になります。見た感じの特性はほとんど変わらないというか、若干補強後はギザギザが鋭くなったのかなっていう程度の印象です。それでは、前回ご紹介したサンプル楽曲の空気録音と、今回の補強後の空気録音を比較視聴していきたいと思います。尺が長くなるので1曲省いています。3曲を約1分ごとで交互に再生していきます。それではどうぞお聴きください。
皆さん、ご視聴お疲れ様でした。いかがだったでしょうか。補強前と補強後の音っていうのは、確かにちょっと違ってたと思います。で、まあ、どちらが良かったか悪かったかっていうのも、これはまあ好みもあるかとは思いますけれども、まあ、大多数の人は、まあ、はっきりくっきりした音の方が、好みって言われる方も多いと思いますんで、まあ、そういう意味では、まあ、補強後の方が、音像がまあくっきりした、それからまあ少しシャープに感じたりとか、あとこうちょっとダイナミックさとかスピード感みたいなものも、少しは差が出てきたように思います。ですので、まあ、一般的なスピーカーに使われている木材でしたら、まあ、ここまでの差は出てこないと思いますけれども、まあ、今回、この非常に弱くて柔らかい軽いファルカタっていう材料を使っているので、まあ、これぐらいの補強でも、こういう音の違いが、まあ、明確に出てきたんじゃないかなとも思います。こういうようなことが、まあ、皆さんのご参考になればなと思って、ご紹介してみました。今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございます。またお会いしましょう。